Hello, this is Tonton Train! イエーイ！ということでね、ランチレイドアワーです。2回目の開催で、1回目はね、ちょっと事件があったんで、ちょっと来てないんですが、フォンデルパークに来てみましたが、誰もいない。で、ちょっと友達に連絡したら別のとこにいるらしいので、今日は張り切って、自転車で行きたいと思います。レッツゴー！やっと合流した。この公園の中から来て外行ってまた公園の入り口来てやっと来た。メンバーズナムストルーン、ということで、もうね37分、12時37分ちょっとだいぶ過ぎちゃったんだけど、できるだけやっていきたいと思います。高校太一狙ってくよ。2戦目、本当は3戦目だけど、ちょっと早すぎて撮影がついていかない、大変。 OK、 2570捕まえるよ。 OK、 Great shot。 Alright、 3 2 1。 No。 OK、 ちょっと急いでやんないとね。あと投げながら、ラッキーフレンドっていうのが実装されました。ギフトを送ったりとか、トレードをやったりとか、あとレイドを一緒にやると、親友以上の人はラッキーフレンドになると。でその人とトレードすると、絶対にラッキーポケモンになりますよっていうのが実装されました。だから僕はベストフレンドがそこまでいないっていうか、まあ、いるんですけど、ほとんど国外 YouTuber さんとか、あと日本のファンの方、あとサポーターの方優先に親友にさせていただいたんですけど、ほとんど近くにいないので、ラッキーフレンドになってもそんなに意味がないっていうか、そんな感じです。まして息子たちともできないので、僕の方で検証はちょっとできないです。はい、あ、捕まえた。よし、じゃあ次の行こう。あと10分ぐらい、レッツゴー。ということで、アムステルダムはね、自転車の道が、専用の道があって、バイクと自転車だけが通れるようになってるんですね。だから基本的にアムステルダムは自転車勢が多いんですよ。でしかもすごい自転車大国なんで、みんな速いのね。で自転車大国の、文化を利用して、自転車は電車に乗せることができます。
普通の畳めない自転車は6ユーロ1日必要なんですけど、折りたためるやつはあのピーク時間を除いて折りたためるやつは、自転車を乗っける専用の車両があるんですけど、そこだとタダで、ピーク以外、ピーク時以外乗せられることができます。なのでぜひオランダにいらした際はあのやってみてください。あるいはねレンタルサイクルとかもいろいろいろんな街にあるので、あの手の信号ね、曲がるとき右に曲がるとき右手出すとか、左は左出すとかね、やんなきゃいけないんですけど、まあぜひ機会があったら乗ってみてください。ということで GO! 2550、弱いね。ちなみにマックスは2631なので、弱い。あ、これ最後だ、1時だ。 OK、 じゃあゆっくり捕まえよう。Okay. Yep. Let's count. Three. No.割と近いんだよね。キャタピーみたいな。Three. Two. One. No. Okay. Excellent. Let's count. Three.No. なんかね、強いのも入っ、強いのも捕まんないし、難しいね。ストライクもね、ダメだったしね。3、No. 3、2、1、Okay. Excellent. Okay. 3.うん、この方がやりやすい。よっ、おう、おう、おう、excellent。 3、2、あー、捕まんないパターンだろこれ。ラスト、ラスト、よっ、お願い、お願い、お願い、スリー、あー、逃げた。卵。残念。スカンクでした。ということで、そんな感じで短い動画でしたが、ランチデートアワーでした。3、4回しかやってないけど。まあ、アムステルダムのね、自転車の様子、街の様子、映せたので良かったと思います。ということで、If you want to be a passenger, please hit the subscribe button and hit like. Yeah. 今度はコミュニティレールの方かな。よろしく。